皆さんこんにちは、モタラットつくばです。今回はご試乗車の紹介、 2011R1250GS プレミアムライン、40周年記念カラーオプション719、ビレットパックシャドウ2付きの車両のご紹介です。ちょっと車名からするにも長いんですけど、要はプレミアムライン、ヨーロッパと同じ、3ストローク調のもの、オプション719のパーツというのは何がついているかと言いますと、ここのミラーですね、あとこのレバー、あとマスターシリンダーですね、マスターシリンダーがこう左右こう違うですね、それからあとステップ関係も違います。反対側のブレーキもちょっと違うんですけどね。あとは、こちらのシリンダーヘッド、はい、まあ、GS のラインナップの今グレード中一番いわゆる実質的なこう中ではグレードが一番高いモデルになります。これをご試乗車として皆さんに乗っていただけます。2022年型の車両ではないのですが、2021年型の違いは、このキャリパーですね、アメリカヘイズ社製の、キャリパーにが違うと。で、現行2022年型はブレンボーキャリパーがついております。で、この40周年カラー自体は予定では2021年いっぱいという話を聞いてたんですが、まあ、今ちょっと世界事情で、ちょっと若干、いわゆる受注期間が伸びたようで、2022年の6月ぐらいまでは、入手が可能という話を聞いております。まあ、現行でオーナー、バックオーダーで今、お客様からいただいて、待っていただいている方も何人かいらっしゃいます。はい。改めてちょっと装備面の紹介なんですけど、2021年以前の車両との違いは、外観上でどこで判別できるかっていうと、まずここの部分ですね。ABS とトラクションコントロールのキャンセルボタン従来あったんですけど、トラクションコントロールのキャンセルボタンで、これで新しいモデルとわかります。それとあと、この従来のやつはグリップヒーターだったんですけど、このちょっとマークが変わってるんですけど、何が違うかっていうと、シートヒーターとグリップヒーターのスイッチをこの兼ねてるということです。このボタンを押すとこの中が変わりまして、あとこちらのジョグダイヤルで5段階調整できるという仕組みになっております。はい、こんな感じですね。はい、あとはそのグレード自体のこの装備面の違いっていうと、このコンフォートシート&シートヒーター付きのシートに変わったのと、あとこの補助ライトですね、ディーラーオプションでも現行のモデル、過去のモデルもこの補助ライト、LED 補助ライトがこれ標準で付いてるっていう点が違います。こちらのヘッドライトカバー、これ当店でちょっと付けたもので、オフロード用のパーツになります。はい。これ脱着できます。はい。まあ、人気パーツの一つですね。はい。そうですね。エンジン面、制御面とかは、違う点としては、エンジンブレーキコントロールというところは違います。シフトダウン時に、まあ、シャフトドライブ、まあ、パラレバーのこのシャフトドライブゆえに、例えば、ギア、シフトダウンした時に、まあ、リアタイヤが瞬間、こう、ロックして、いわゆる、スムーズにシフトダウンできない場面は、エンジン内部のクラッチのスリッパークラッチでまず一つ、ランチホッピングクラッチでもですね、それで吸収するんですけど、機械的に吸収してるもんなんで、やはりちょっともうそれを制御を超える場面とかあると思うんですね。そのために、アクセル側の方で、コントロールしてエンジンブレーキの調整をして、なるべく安定性を保つというものです。ここが一番大きなもので、2020年型の SNXR から、順繰り装備になってますし、最近ですと R18B トランスコンチネンタルにもそちらの機能が装備になってます。なので、シフトダウン時にリアタイヤのホッピングが本当に少なくなりましたね。はい。まあ、シャフトドライブ車ゆえの、ちょっと、メガの部分を、解消するものということですね。はい。こぼれた動画は、モトラとつくば商品チャンネルの方で、今回の現車を、試乗車を紹介した動画をちょっと利用させてもらいました。で、その後日、鳴らしツーリングというか、テストライドですね、を淡々と数百キロちょっと行ったシーンになります。はい。鳴らしでのポイントは、どこかっていうと、なるべく、本当一定走行で走らないことなんですよね。一定のスピードで走らないことって結構大事なんですよね。できれば取り扱い説明書にも載ってますけど、長い下り坂でエンジンブレーキをかけたなんて確かにしたかな、そんな感じでこうなるべく回転に変化をつけてこうなるべく負荷をかけないで走ると、いや書いてあることを実際
抑えるのはかなり無理があると思うんですけど、まあ、それを、ね、心がけてやるので、実際平地でのこう慣らしでは、なるべく、シフトアップダウンを丁寧に繰り返しつつ、一定時間ごとにやるということで、この日はシフトダウンの回数、相当いつもの3倍ぐらい多かったような気がしますね。音聞いてて分かるんですけど、しょっちゅうシフトアップダウンをしている感じです。ちょっと多すぎかもしれませんけど、初めはシフトアシストも使わないで、クラッチをちゃんと切って、ちゃんとギアを入れて、クラッチを離しして、ちゃんと加速するってことを心がけながらやるってのが非常に大事です。はい、特に500キロ以下まではそこが非常に大事になります。はい、メーカー出荷時のオイルはちょっと通常 の、 こちらですと指定は 5W40 と柔らかいオイルを使うんですけど、メーカー出荷時のベルリン工場が出るときにはちょっといわゆる違う粘土のオイル、固めだったかな、入ってますので、まあ、そういうのに合わせて鳴らし用のオイルがちょっと入ってるという感じになります。はい、こんなこう下りのこうワインディングなんかちょうどいいんですよね。加減速しながらこう行くという感じです。はい、まあ、この日はまあ天気が悪いというか、わざと天気の悪い日を選んで、安心で、なるべく来店客が少ないときにかからって、こう、市場の方、市場者の鳴らしを鳴らしに行ってるような感じですのでね。まあ、天気の日は逆にお客様来ちゃうので、全く乗りたいときに乗れないということになりますので、そういうところをちょっと気をつけながら、鳴らしで距離を伸ばしていくというのを、まあ、年間通して、まあ、特にオフシーズンをやってる感じです。まあ、ちょっと昨今の事情で試乗車を下ろすタイミングがちょっと変則になってまして、まさにちょっとシーズン入るところで今この作業やってるのは本当にちょっとあまりよろしくないんですけど、まあ、ちょっとやむを得ず、まあ、急いで試乗を話し終えて、ゴールデンウィーク前、ゴールデン中にいらっしゃってるお客様に対応していくという感じです。はい、2021年型のアルセニア 50S から、まあ、サスペンション、リアスペンションの仕様がちょっと変わりましたので、こうやって乗ってみるとやはりこう前年の2020年までの型とはやっぱ違う感じです。まあ、あとエンジン の制御系とかもやっぱり変わってますので、もう正直言うと別物です。いらっしゃってるお客様からも全然違うバイクだねと言われるぐらいのものです。まあ、GS と GS アドベンチャーのまた違いもありまして、まあ、一般的にガソリンタンクの色とかは違うというのもありますけど、まあ、実際他の車とかでもやっぱちょっと差があるという感じになります。はい、まあ、それで、まあ、たったと話しているという感じになります。はい、まあ、高速道路では、まあ、通常の GS ですとね、まあ、スクリーンをなるべく立ててなるべく風を来ないようにこう走るという感じになるんですけど、まあ、アドベンチャーのもうちょっとスクリーンの大きさがもうちょっと大きいですから、ロングツーリングであればのアドベンチャーの方がいいような感じはするんですけど、まあ、いざこれがもし林道だとすると、やはりこのやっぱり GS の良さがちょっとタンクの小さいですね、やっぱりちょっと小ぶりになりますから、そっちの方がメリットがあるという感じでしょうかね。ご来店の方お待ちしてますので、ありがとうございます。